茶の湯文化が根付く島根県松江市。大名茶人として知られる松平不昧公が茶の湯文化を浸透させたのが始まりとされ、京都、金沢と並び日本三大菓子どころと言われています。創業133年、風流堂です。こちらの老舗和菓子店が新たに作り始めたのが、じゃん、フルーツ大福です。今年1月から販売が開始されたフルーツ大福フルルカ、和菓子に親しんでもらうきっかけ作りにと始まり、いちご、いちじくなど地元農家から仕入れた季節ごとに変わる旬のフルーツを職人が一つ一つ丁寧に包んで仕上げました。では抹茶いちごいただきます。鮮やかな抹茶で包まれた大福です。濃いですね、色が。うん、抹茶濃いですね。鼻から抜けるこう上品な抹茶の香りと心地いい苦みがあって、これは抹茶好きの人はたまらないですよ。で、中に甘さとこう酸味もバランスがいいイチゴが入っているんですけど、爽やかなイチゴと濃厚な抹茶の相性抜群ですね。島根県内最大の産地、安来市で栽培されたイチゴ四つ星を、松江市の老舗茶舗の香り高い抹茶を使った自家製白あんで包みます。さらにお餅はお米の世界で西の横綱と言われる煮た米の餅粉を使用。皮にもたっぷりと抹茶をまとわせたら、まさに大人の味わいな仕上がりです。季節ごとにいろんな味が出るんですよね。そうなんです。毎月フルーツを変えていろいろ楽しんでいただけるようにご案内していこうと思っております。さあ、続いてはちょっと珍しい塩トマト大福です。トマト、聞いたことないな。甘じょっぱい。やっぱ最初はあんの甘みがするんですけど、トマトの濃厚なこの香りと甘みがして、これ塩が入ってるんですか？そうなんです。トマトの上に白あんを包んで、その上にお塩を一つまみつけております。へ、だからちょっと塩の味がして甘じょっぱくてこう病みつきにある味ですよね。お塩なんだ。老舗和菓子店が新たに挑戦したフルーツ大福、ご縁の国島根から全国の皆様へ大きな福をお届けします。